こんばんは、かっけんです。あとです。あいかです。まあちょっと1週間ぶりに、はい、復帰かっけん復帰ましたけど、ただの風めっちゃ深刻そうに言ってましたけどね。今回は、まあちょっとeフットボールがちょっとやることがないので、ないですね。ウィーニングレブ2021を引っ張り出して、で、まあ、そして日本代表の今ワールドカップ予選やってますけど、はい、まあ、次のオーストラリア戦勝てば、ワールドカップ行けるっていうことなんで、まあ、ちょっと応援、うん、まあ、それに絡んだ企画をやろうかなというふうに思いまして、まあ、久々に3人でホープで日本を使ってちょっとやってみようかなっていう。コップやったことないよ、絶対コップやったことない、俺ら3人では。あと久々のウィーニングレブ2021なんで、まあ、まずそこだよね。ちなみにさっき1試合だけちょろっとやったんだけど、はい、このゲームはやばい。難しいわ。もうむずいっすね。もうむずくなってるわ。というわけで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあいる選手使おうか、ちゃんと森保ジャパンに今。あ、了解しました。じゃあ伊藤純也にそうだね、入れたやつ来ますか。そのくらいかな。やっぱ相手に合わせてね、カメレオンのように戦うのが森保さんだから。本当かよ。行きましょう。はい、勝ちますよ、初戦。青青青、オッケーオッケー、俺緑オレンジか。そう、青だね。オレンジだね、周りに押してた。ホープだと四角プレスないんです。あ、そうそうそう、だからイフトよ。あー、はいはい。あ、任せ、カバーするわ。おい、やばい、むずっ。おい、ナチー、さすが、さすが、早いな。早い。おい、マニキ早いな、マニキ。めちゃくちゃ早かったね。俺が、待って、早い。俺も今マニキしたんだけどな、奪われてたもん、先に。いや、強くじゃん。よっしゃ、ナチー。いやー、マッチアップ、マッチアップ、おい、マッチアップ、マッチアップ。おい、マッチアップ考えたコナミは天才だな、やっぱこうやって考えると。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。立ってることが大事なのよ。相手は立ってることが気になるから。この腰取ってることが大事。はい、うますぎ。あー、あー、いやー、シュートマジで。いや、入らんか。弱。うわー。頑張って頑張って。もう一回。オッケー、ナイス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 。ここ。なんかイーグルトのパスですね、今。いいコープに当てるっていう。しかもコープだからあそこにカーソル当てられたら止められるよ。確かに。ごめんごめんごめん、関係任せた。ラッキー、ラッキー。振ってんな。滝、滝。うまい、うまい、うますぎる。おい、いい滝。うますぎる。下手、下手くそ。滝。イメージル、もうルンメニギでしかドリブルしてないから分かんないよ、あの人のドリブルのイメージが。44分で OK。このまま抜けてくいいんじゃないか。押せ。あー、やばい、一回攻められる。おい、はい、マッチアップの危ね。マッチアップできてない。おー、いやーすごいよ。これ日本代表あるあるでボールは持ってるみたいな。確かにね、チャンスが作れてない。往年の日本代表みたいなような。やっぱ攻め手がないね、日本代表。攻め手がないね。形がないよ。形がない、俺たち形がない。頑張って、長友1対1は強いよ。任せろ。あ、うわ、うわ、やばい。おい、100点、マニキ。絶対抜けない、あの時に決めれば。それにしても早いな、全部取られてんな、俺、マニキ。サコ。反らして、反らして。お、ナイス。ナイス。ゴー。いや、ダメなんですよ、よく見ろ。おー、あ、来た、決めろ。ほんとこ、いや、いや。おい、あべ、ごめん、受けに行っちゃった。下下下下下下下。おい、自分で行けば。ゴール。あー、なんで大阪はシュート。やばい、長友だ。やばい、やばい、パスずれてんだけどな。やばい、うわ、コク。やばい、それは強いわ。早い足、マジかよ。ナイス、マッチアップ。マッチアップ、おい、マジでマッチアップ、マジでマッチアップ、助け。ああ。マジでマッチアップくれ、このゲームに。マジで、いや、
コン。やばい。うわー終わったか。終わったこれは終わった。下任せる、下任せる、下任せる。オーケー終わったおい何もできなかったっすよ。負けです。いやこれはマジで完敗と言いますから、ね、完敗だよ。攻撃何していいか全く分かんないんだこれ。そういう感じですね。俺一番低いわ。ああ角剣しかシュート打ってないよガチ。え、おそういうことか。俺と新たシュート0ポイントってことは、3本打ったら全部角剣だよ。俺が全部打った。全然記憶ないな。あーでもね、あたパス受けめっちゃ受けてるわ。230だったパス受け俺。あーあ本当だ。何が低いんだ。ドリブル8点全然ドリブルしてパスも全然してない俺。何してたのこの試合俺。点取りたいね。いや、あの日向坂の人か。日向、日向坂この人。乃木坂っすね。乃木坂。間違えた。ごめんなさい。あー、で叩かれるよ。それは叩かれるよ、あなた。真中さんも分かってなって。俺は全部一緒だ。俺マジで AKB で止まってるから。さすがですよ、これホームっすよ、埼玉スタジアム。ホーム、最下ゴールを決めろって書いてあるわ。完璧に崩されている。これダメか。追いつけてないな。何したいるか。逃げ。おい、本当にファール取らねえなこのゲーム。セルフジャッジダメよ、セルフジャッジ。それアウェーですよ次。本当取らないな。あそこもうもらいに行ったのに。おい、来た。うまい。いや、集客。いや、おい。集客じゃなかった。おい。うまい。いいランしてくれたな今。いけ。エンド、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 エンド。お。反応しまった。エンド。いやー。やべ。ちょっと放り込むわ。お。個人気すぎる。個人気すぎる。さっき中継覚えたから個人気で完結してるよ今。まやかさんの四角×よ、四角×。めちゃくちゃ個人気だった今。あぶね。ナイス。うわめっちゃいい判断今。うまい、うまい。いや、いけるかなこれ。いやー、うわー、残すんか。やべ出た。いやごめん、やっちゃったこれ。絶対取られるわこれ背負ってる。背負おうとしたらナイス、いい読み来た。いいサコチ、サコチって言ったサコチって言っちゃった。ごめんなさい、 TP の方ですこれ。ガク、いやー、いいイメージ今の。おいおい、ナイス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 、個人技大阪の個人技ナイス。おいまだボールは持ってんな。タッツまた話やさっきと。もう持っててるんだけどね。さっきより攻撃の形らしくなってきたね。まあ、確かに確かに確かに。よし。さあ勝とうぜ。はい。あぶねまた抜けた。大阪用のボール。上のやつ見るわ。おっと。オッケー。こうやって見るわ。大丈夫か？任せろ。アシューキャンね。ウィラルル。今。だからこそ多分マッチアップというその追加したんだろうね。確かに。ああいうことが起こるから。勝ったもんな、そこの今。あ、やば。やべ。かけまかせた。ふっ。あ、危ねえ。おやらい。あー。危ねえ。あー。マジか。なんかかぶった。おい。イメージはあった感じなのに。わかるわかる。イメージはね、パスが全然イメージ通りじゃなかった。置いてましたね。でもこれあれだ、俺パスタッチ1にしてたわ俺多分。俺もそうっぽいっすね。だっけね。絶対なんか俺もさっきあれなりました。自由度高すぎる。マジで。待って。カバーの吉田。うまいなそのパス。キーパーどうした？おいキーパーどうした？おーナイス。ゴンダー、ゴンダー。おちょっと待って。ゴンダー、ゴンダー。
飛んだ中途半端だ。キャッチキャッチ、もう取れる取れる。久保だけトラップできるかな、それ。あ、トラップできる。おー、OK。 あ、どっちだ。うん、どけるメディア。いいよ。はい、一回当てる。うまい。あ、取れる。もう一回取れる。いいよ。なんでぶつかっただけ。マジか。基準ガバガバやん。いやー、寝られてるわ、また。ミュート。あ、いけ。うわー、早っ。うわー、これは無理だ。これはやばい。強すぎる。やめろ。やべ、跳ねてね。うわー。トミ、トミヤス、ここ、ここ、ここ、トミヤス、ここ。オッケー。あー、いやぁ、樋口ひな強い。なんやこの試合。1号はやばいな。ちゃんとボコボコされたわ。ちゃんとボコボコやんな、これ。高原の点数。なんでこんな高い。はい、今とりあえず久々にコープをやっていきましたけど、はい、久々にブランクとかもあったんで、まあ、自分も久々にプレステ4のコントローラーも握ったんで、全然なんかあれこれで合ってるっけなっていう感じでやってて難しかったんですけど、新たとかどうだった、久々にやって。なんだろうな、でもやっぱ、いやでもやっぱやってる人は上手いなっていう感じの、まあそうはやっぱりしたかな。いやでもね、ぶっちゃけね、もうちょい勝てると思った。あやる前はなんだやる前は、いやもうちょいやれるって思ってたよね、正直。まあ、一生は絶対できるっしょって思ってたら、確かに一生してないからね、両方しかもボコボコっちゃボコボコ、内容も結構しっかり負けたら。いやそれはやっぱちょっとね、謝りたいですね。ちょっと舐めてました、完全に。大揚げさんはどうですか、久々にやってみて。まあこれはこれで結構、あ、こんなゲームだったなっていう初心を、うん、初心を取り戻した。やっぱ2年間、言うて2年間やったゲームじゃん、これって。確かにな。そうですね。だからもう2年目延長してるじゃん、今。うん、はい、って考えると、まあ今でもやってる人たちはやっぱできるなっていう、まあでも背負う感じは楽しいわ、やっぱ。あ、これは確かにね、うん、この背負う感じはなんかその作品のなんか強技認定というか、確かに強い強い行動だなって感じして楽しかったね。あとやっぱマッチアップ欲しいわ、このゲームにマッチアップ追加してほしい。極論。、うん、やっぱパスのふざけんなってのが多かった、抜けて。いや、おりましたね、やっぱ。そうそう、結構広かった。しかも、この2試合ちょろってやったけど、こんだけ怒るわけだから。そうっすね。やっぱマッチアップはよく考えた操作だなっていう。そう、素晴らしかった、ね。再評価。再評価。マッチアップは再評価。はい、というわけで、まあ、今回は、まあ、日本代表応援企画というわけで、コープを久々にやっていきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。